どうもすすまません、KO、杯2歳セイクスの予想になりますやっぱりこの時期の2歳馬なので一応素質と原能力こんな感じでつけてみましたけれどもまあひたたきでガラッと変わったりする馬いますんで例えばタイムトリップっていう馬なんかは新馬戦の内容あとはパドックでの馬体の感じを見ててちょっとそんなでもない馬かなっていう風に思ってたら次走の 函館2歳ステークス、テそちらの方でガラッと馬体の方が変わってきましてもう全然一変してましたんでなのでそんな風にひとたたきでガラッと変わるような馬は出てきますんでなので、まあんまり自信のない形で素質と原能力の評価っていうのをしてみましたで東京コースの馬場についてなんですけれどもちょっとその先々週ですね その時っていうのは内目の方が荒れてきながらも前目内目の方が有利なちょっとなかなか競馬にならないような傾向が続いてたんですけれども先週 B コースに変わって B コースに変わったことによってある程度展開によっては差し追い込みが効くような紛れの少ないような馬場状態になりましたまあなんですけれども今回は 1400m なんですよね 僕はよく言うんですけれども 1,400m っていう距離は一番微妙な距離で特に東京コースの 1,400m っていうのは条件線から荒れやすい傾向にありまして、まあ、位置取り進路取りそういったことが展開とかみ合ったそういったような馬が構想しやすい傾向にあってすごい難しいレースが多いです。なので2歳馬だと 1,600m になるとある程度タフになって予想しやすいんですけれども。 1400m っていう距離が2歳戦線であっても予想を難しくするそういったようなところがありますそれではうちの方から一頭ずついきます耐性ブレイク耐性ブレイクはですねちょっと不器用なところがあったりしてあとはそうですね切れる足がないというタイプなんでなのでどちらかというと ある程度コーナーからペースが流れるような右回りの方が現時点では合うのかなっていうところがありますなので東京コースでまともに瞬発力勝負ってなると部が悪いところがあると思いますねただ他の馬たちが止まるような展開になってくれればしぶとい足はあります,、ね、ありますんでっていうところですね、まあ、にしてもちょっと馬体的には良くなりそうな雰囲気はあるんですがまだその完成度が低いというか 競馬も下手ですんで、今回はちょっと狙いづらいかなっていうところがあります。ダノンハイパワーダノンハイパワーは素質の方 c ランクってしてるんですけれども、このまあなかなかいい馬体してまして、成長次第では b ランクっていう風に評価が上がる可能性があります。あのー、馬の形がいいですし、走り方もいいですし、芝でそこそこいい末脚を繰り出す。そういったようなタイプになると思いますし。 ももしかしかたらダートも走る可能性あります、ね、でやっぱりパンとしてないんで動きたい時,動きたい時にスッと動けないあとは伸びてほしい時にスッとビュンと伸びてくれないっていうそういったようなところがまだあってそう考えると東京コースって意外とそのスッと反応してくれないと届かないっていうことが多いコースなんでなのでこの馬の場合はどちらかというとまだ。 コーナーからペースが流れるようなコースの方がはまりやすい傾向にあるのかなっていうふうに思います。まあ、今後成長次第では全然東京コースでもうまく競馬できるようになるとは思うんですが、現時点ではその弱いところがある分極端な競馬をした方がいい足を使えるっていうところがあるんで、なのでその分一ドリ一進の一ドリが難しくなってくるかなっていうところですね。ジョーストリクドリー。 ジョーストリクトリーも馬の形は悪くないんですよね大物感はないんですけれども、まあ、そのうち自己条件とかで走ってくるんじゃないかなっていうふうに思いますジョーカプチーノ3区でどちらかというとスピードとしぶとさを生かすようなタイプで瞬発力の方はあんまりないんじゃないかなっていうふうに思いますねで完成度が低いのでちょっと 走ってくるまでに時間はかかりそうなんですけれどもとにかく馬の形は悪くないので鍛え上げられればっていう感じだと思いますドウディードウディーはちょっと未勝利勝ち上がるまでに時間がかかったんですけれども未勝利戦で目立ってた馬ですし雰囲気のいい馬ですねただ気象的に本気で走らないところがあったりだとか気難しいところがあるんでなので 遠崎機種から海老名騎手はそんなに気難しい馬を得意としているわけではないというか追える騎手でもないのでなので、まあ、スムーズに回ってくればしっかりと走ってくるとは思うんですけれども、まあ、ちょっとでも嫌気をさすような進路取り位置取りそういったような競馬になった場合ですねそういった場合に海老名騎手で動かせるかどうかっていうのはありますね。 ただこのドーディーっていう馬は相手なりに走るっていう感じがありますんでなのでまあメンバーが強くなったからといって未勝利の時未勝利なかなか勝ち上がれなかった能力の馬だというふうに軽視するのはあまり良くないと思いますね。ドーディは相手なりにこの辺ままででだったら走ると思いますんで なのでこの馬に関しては穴馬としてちょっと面白いかなっていうふうに見てます。えー、それで客室に関してなんですけどもそれなりにいい足ありますし足さえ貯まればっていう感じですね。あんまり強気に外,外とか回ったりとかあの早めに動きすぎたら気象的に止まるようなところがあるかもしれないんですけれども、まあ、うまく貯めて合わせ馬に持ち込めればっていうところですね。 マテラスカカイマテラスイはですねやっぱりちょっと弱いところがあってまだダートの方がいいかなっていう感じですね今後その後ろの付け根あたりだとかその辺にパワーがついてくれば芝でも力のいる芝とかだったら走ってくる可能性はあるとは思うんですがまあ、現時点ではダートの方がいいかなっていう感じがありますね大飛びな感じで切れる足もないですし まあ、とにかく勝負どころからついていけるかっていうところですね。第1ターミナル第1ターミナルはここら2サイステークスで2着になったんですけれどもこの馬なかなかいいところはありませんただあのスケール的に東京みたいなコースでの瞬発力勝負ってなってくるとちょっと厳しくなってくるんじゃないかなっていうところですね。 どちらかというとコーナーからペースが流れるようなコースで足を溜めてこの馬なりの足を使ってあとこの第1ターミナルっていう馬なかなかいい根性をしてますんでなので馬群の中割ってきたりだとかあとは合わせ馬になったらしっかりと伸びるようなところがありますんでまあそういったようないいところが出るような競馬をできればっていう感じだと思いますね。 まとにかくちょっとあのー、このコースで競馬をするとしたら他の馬たちが止まってくれるとかあとはうまくごまかしながら回ってきて進路取りでアドバンテージを取れるかっていうそういったようなところだと思いますねちょっとスケール的にっていう感じですタイムトリップタイムトリップは最初に触れたんですけれども新馬戦の時の馬体 内容を見た感じだと、ちょっと重症では厳しいかなっていう感じがあったんですが、ひとたたきでガラッと馬体が変わってきました。あれだけガラッと変わったんですから、新馬に下ろすのが早すぎたんじゃないかなっていうぐらい、そんな感じがあります。で、函館に2歳、セックスの時のパドックでの馬体でもう雰囲気変わったなっていう感じがありましたし、それ以降もいい感じで来てて全巣。前数を 中山の方で土崎棋種が刺す競馬で、すごいいい競馬をさせましたんで、まああれが大きいんじゃないかなっていうふうに感じてます。なので今回も中段行為その辺内目の方で足をためて広いところに出すような競馬ができれば、前走の競馬が生きてくるんじゃないかなっていうふうに感じてます。それでここまで重い印を打った理由というのは田辺騎手が乗るということですね。 今回さえも東京の方でタイムトリップっていうあのスケール自体なんですけれども将来的に重症で走るレベルかなっていうところは現時点ではあるんですがただあの体全体を使って脚力もいいですしこの辺のレベルまでですね現時点の2歳の重症では足さえ溜まればいいところがあると思いますね。 レーヌミノ,ル,レイヌミノルはここを使ってきたっていう感じがあってまあ相手関係なのかそれとも東京コースを試してみたいのか分からないんですけれども僕はどちらかというと阪神とか力のいる右回りそういったようなコースの方が合うようなそういったようなイメージが今のところありますね。それが右回りなら京,京都の方がまだいいのかなっていうイメージがあるんですが。 まあ、そういったんか東京コースってそんなに向くイメージが湧かないというか、まあ、そういった点からちょっと僕は本命はつけてるんですけれどもそこまですごい信頼してるっていうわけでもないですね逆に東京でどういう走りをするか興味が湧くっていう感じの本命ですね。でどちらかというとそのコーナーからペースが流れるようなところ タフな展開で素足を生かす、まあ、スピードとセンスと瞬発力ですねそれを生かすっていうようなところがあるんで、まあ、今回ダメでも阪神ジュベナイルフィリーズで指す競馬ですね指す競馬をした場合っていうのはいい競馬をする可能性が高いかなっていうふうに見てますんで今回もしあんまり良くない内容だったとしても次は買いたいなっていうふうに思ってますね。 あとは浜中騎手にちょっと不安があるというかいい時と比べるとやっぱり馬を動かせてないというか馬が進んでいかないですし反応してくれない追っても追えるタイプではもともとなかったんですけれども馬もそんなに伸びないっていうような競馬が多いですね先日の JBC レディースでのアムールブリエあの馬なんかは素晴らしい馬体してたんですけれども全然動かせなくて。 まああの辺はあの動かせる終える機種が乗ってれば違ったかなっていうぐらい馬は良かったんですけれども、まあ、1 6 0 0メートルっていう距離が短いにしてもあれだけ進んでいかないあれだけ動かせないっていうのはまあ、今の浜中機種の状態っていうのを表してるかなっていうところがあってまあ、これだけ。 能力の高い馬なんで、レイヌミノルは誰が乗っても走るっていうような、それぐらいのレベルの馬なんで、そこまで心配する必要はないとは思うんですけれども、一度り進路取りが雑になった場合ですね、そういった場合に、あらあらっていう風になる可能性もなきにしもあらずなんで、なので、僕はそこまで信頼してないっていう感じの本命でもありますね。ディバインコード このディバインコードっていうのは、ドーディーあ辺りと、未勝利戦で、新潟でしたね、左回りで競り合いをしまして、それで競り勝ったりしたりだとか、まあ、マイペースで競馬を進めた場合っていうのは、結構いいところのある馬ですね、馬体的にも、その、祭りだゴッホの良さが出てるというか、まあ、脚力だけで推進力を埋めるということで、それで競り勝って、一間歩で前に出たりだとか、そういったようなこともできるんだと思いますね。 で大物感ってなるとどうかなっていうところはあるんですが現時点このメンバーだとマイペースで競馬させたら危険な馬だと思いますね。まあんまりその瞬発力勝負になっちゃったらあれなんでスローに落としすぎたりするとどうかとは思うんですけれどもある程度平均的なペースを刻んでそれで勝負どころからマイペースで ギアを上げていくような、そういったような競馬をした場合、っていうのは逃げ切ってもおかしくないレベルかなっていう感じだと思います。まあ、現時点だとここのメンバーでも上位の能力はあると思いますんで、人気ないんで穴馬として面白いかなっていう風に感じてますね。まあ、ただ切れる足がないんで、あの乗り方としてはこのマにアっク乗り方をしないとっていうところです。あと、柴田義臣騎手。やっぱり年齢的に。 追えなくなってきてるというか、なんかちょっと厳しい。競馬になった時に腕っぷしの強さっていうのが昔ほどはないので。なのでまあ、その辺も。影響しないような乗り方展開になればっていう感じですね。鈴風鈴風はちょっとここだと瞬発力とか器用さんに関しても劣るかなっていうところはあるんですが、このまなりに。 足は使えそうな感じがありますんでスピード的についていければあの最後ちょろちょろっと足は使う可能性はあるかなっていう感じですね高速ストレート高速ストレートは結構人気しますねなので印の方が軽いんじゃないのっていうふうに感じる人いると思いますあの正直言ってこの高速ストレートに関しては無印にしたいぐらいなんですけれども 印ををけざるる得ないっていいととううのは戸崎機種が乗るいうことですねやっぱり戸崎騎手ルメール騎手この辺の機種っていうのはレベルが違うので印はつけなきゃいけないかなっていうところがあってあのこの高速ストレートっていう馬はいいスピードとセンスはあるんですけれども追って伸びない。 っていうところがあって瞬発力がないんですよねメリハリの効いた競馬ができないところがあって前走はいい足は使ってるにしても内目の方からスルスルっと抜けてきて他の馬達が止まってたところがあってま,あまともにメンバーが強くなったところで瞬発力勝負ってなると足がないっていうタイプですね追い切りなんか見てても追い出していい推進力を埋めてるかというと 追うと伸びないっていう、そういったようなところがあります。で、まあ、前前走なんかはその、内目を通った馬たちが有利な馬場で、まあそういった中で、新取りなんかを土佐騎手が考えて、うまく勝たせたっていうところもありましたし、メンバー的にも弱かったですし、今回、これだけメンバーが揃った場合ですね、それで瞬発力が必要となった場合、あとは、 前目のディバインコードだとかこの辺の先古馬たちがマイペースでなだ,なだれ込むような競馬をできた場合ですねそういった場合に差し切るだけの足があるかというと、まあ、相当そのごまかしごまかし回ってきて直線向いても追い出しを我慢して最後にちょろっと伸ばすそういったような競馬をしないと、まあ、なかなか難しいんじゃないかなっていうふうに感じますね。 ある,ある程度、位置を取って、それで正攻法に近いような競馬をした場合っていうのは、ゴール前で止まる可能性が高いと見てますんで、なので、勝ち切るっていうのは、僕はかなり難しいんじゃないかなっていうふうに感じてますま。それでもスピードはありますし、現時点の完成度ですね、そういったことを考えると、 ここのメンバーでも能力上位かなっていうところはあるんですけれども、これだけ人気してて、東京コース、このメンバー、あんまり買いたくはない馬ですね。なので一応買うんですけれども、鳥紙になってもいいやっていうぐらいの扱いで行こうかなっていうふうに思ってます。外枠もあんまり良くはないと思いますね。レバンテライオン。レバンテライオンは函館2歳ステイクスを、 成功法の競馬で勝って、まあ、メンタル馬馬体競馬センスに関してもいいところがあるなっていうふうには感じたんですがちょっと先行馬がだらしなかったりとかメンバーが弱かったりなんかしてそういった中で正攻法の競馬ができたっていうところがあるんで、まあ、今回のメンバーでどこまでっていうところですねあとはその函館っていうのは力抜いる芝小回りということで条件が合ってましたけれども今回は東京コース 軽めのの芝、直線の長いコースになりま,すまあそれで条件代わりでもしかしたらアラが出る可能性がある可能性はありますね。というのはこのレバンテライオンというのはマルガイ外国サンバでサンデーサイレンスが入ってないんで軽い芝に入るともしかしたら瞬発力とかそういったところで劣る面が出てくる可能性はあります。まあでも雰囲気のいい馬ですんでなので まあそういった不安を吹き飛ばすような、そういったような内容でいい競馬する可能性はありますの、ね、で、まあ本当にこの馬に期待したいっていう人はもうちょっと思い印を打ってもいいかなというふうに思うんですが、僕は今回まだ人気する中で、このコース代わりでそこまでいいイメージが湧かなかったというか、攻めきれなかったっていうところがありますね。モンドキャンの モンドキャンノは函館にサイステックスの時に行ったんですけれども馬の形馬の雰囲気はすごいいいんですが競馬に行って追い出してみるとあらあらっていう感じになる馬ですなので函館にサイステックスなんかすごい楽な位置取り進路取りから競馬をしたのにもかかわらずレバンテライオンを買わせる雰囲気がなかったですよね追いいいい出していいところがないですね。 であの辺なんかうまく体を使えてないとかそういったこともあると思うんで今後ましになってくるとは思うんですが、まあ、それにしても現時点でこれだけ人気してたらあの内容を見ると買うう価値はなないいかなっててううに感じてます、まあ、それでもルメール騎手が乗るということでルメール騎手土崎騎手っていうのはレベルがちょっと違うんでなので。 印ををつけざるを得とい,いうところで東京コースに関してもそんなに向くとは思えないんですけれどもまあここまでのメンバーこれくらいのメンバーまでだったら東京コースでもいい競馬できる可能性あると思いますんでなのでまあこの馬に関しても鳥紙に近い感じでも生まれんで買っておきたいかなというところがありますね。このモンンドドキャンドっていうまあ将来的には 小回りとかペースが流れるところで素足を生かすっていうような競馬が合うようになってくると思いますね。島根県住み合わせ芸人というのをやっております。吉本興業の ABCDE 湯加減というコの東野蕎麦郎と申します。どうもすみません。失礼します。